こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の5月24日を、8時間、7時間半も過ぎちゃいましたけど、できたいと思います。現在の枝コインの値段は 72.0 ということで、これはどんどん下がってるということですよね。はい。まあ、実利という感じなんですかね。72円で、こう、ツンツン来ていて、なんか、下に飛び抜けいきそうで、ちょっと怖いですけどね。はい。肝心なイーサリウムの方、これは58万6千円ということで、これ週で出しているので、21日、まあ、3日、4日前ぐらいに上がって、で、そのまま横ばいということですね。はい。噂で上がったけど、事実でちょっと売られているのかなと。それでも、まあ、下がってないですね。まあ、体の下がってるけど。はい。ツイッターの方ですけども、イーサリアム現物 ETF、SEC が使用人ブラックロックなど8銘柄ということで、ちょっとね、振り返りの記事になってると思うので、見てみます。はい。イーサリアム現物 ETF、米 SEC が使用人ブラックロックなど8銘柄。米 SEC は24日、暗号資産イーサリアムの現物 ETF の上場申請を初めて承認。1月のビットコイン ETF 承認に続く世界の勝利。今回、ブラックロックやフィデリティ、グレースケールなどを含む計8銘柄の 19B4 フォームが全て承認された SEC はこれらの ETF をイーサリアム商品基盤の投資信託と指定している。コインベースの最高法務責任者はこの点について、イーサリアムは事実上これまでと同じようにコモディティとみなされるとコメントしている。一方、19B4 という取引所側の書類は承認されたものの、ETF の発行者は取引を開始する前に S1 登録届出書を発行させる必要があり、これから SEC の承認プロセスが予定されるため、正式な取引開始時期はまだ判明していない。ブルームバーグの ETF 専門家は、彼らが非常に努力すれば2、3週間以内にできると思うが、歴史的にこのプロセスに3ヶ月以上かかった例はたくさんあるとコメントしている。今回の承認はアナリストたちにとってほとんど想定外のものだった。今週月曜日に SEC が取引所側に書類の更新を依頼したことが大きな転機となり、月曜日までには非承認の可能性が高かった。一部から今年の大統領選に向けてイーサリアム現物 ETF の SEC 審査に政治的な思惑が絡んでいる観測が高く、トランプ氏が2週間前に行った仮想通貨業界を味方につける発言がきっかけとなったと指摘されていた。若者有権者の支持を必死に集めているバイデン大統領及び民主党は今回 SEC の判断に影響を与えていると憶測が出回っている。しかし、今回の書類審査ではゲンスラー委員長を含む委員たちの投票による承認ではなく、あくまで取引市場局による判断となった。一方、承認の直前に超党派の下院議員グループは SEC に ETF を承認するよう求めたばかり。今年初めの委員会の行動により、委員会の基準の適用における一貫性を示すだけではなく、ビットコイン ETF の決定を促進した法的根拠を確認することは自然な流れであると思われるとのレターを SEC ゲンスラー委員長宛てに送付したと。はい。まあ、ゲンスラー氏まだ仕事があるよと。で、こう3ヶ月っていうことがあったので、3ヶ月以上かかる例はたくさんあるというぐらいなので、でも3ヶ月ぐらいをまあ、めどにお金が入り出すという理解でいいんでしょうかね。はい、そんな風に読み取れます。はい。続いて、ソロン XRP などの仮想通貨が ETF、 2025年に実現の可能性があるよということですね。はい。そしてクリスさん、体のジャパンの家族と時間を過ごすことはこれまでのこの旅行のハイライトの一つですということで、エキスポを3日間やりまして、はい、こんな感じでございました。はい、ご協力ありがとうございました。出ていただいたね、皆さんも、来ていただいた皆さんも、あと、まあ、カタリストのね、投票をいただいてやってますので、応援いただいた皆さんに感謝いたします。はい。で、ここはクリスさんですね。この方がクリスさんです。で、こちらが IOG、カタリストの方ですね。で、こっちのパトリックさんが NMKR の方ということですね。はい。ありがとうございます。はい。で、クリスさんはすでにもグッドモーニングカリグナ、カルダノと、オヘオフロムプレジャーディストリクトということで、これ京都ですよね。ですよね。早いな。昨日の午後、ブースに来てくれて、もう京都でね、朝散歩しているという、素晴らしい行動力。
で、素晴らしい行動力というか、まあ、皆さんそうなんですけど、このユンさんですね、まあ、ユンさんが、まあ、アテンドしてる感じなんですけど、あと、やっぱり、創始者数のね、やっぱワールドワイドな活動がだいぶ、際立ってますし、まあ、彼の、まあ、なんですかね、能力、二次会もあったんですけど、こちらですね。こちらでいろんなプロジェクトの発表がありまして、で、特にユンさんがね、次のイベントの発表をしてくれて、まあ、それがすごいね、大きな規模になりそうだということで、皆さん注目しておりました。で、メイさんがミートアップということで写真撮ってくれてますけど、CIP1694 インターセクトの話もユンさんにしていただきましたし、元島さんとか、いろんな方に、カタリストのね、提案をしていただきました。で、あとは、こちら、まあ、こちら大学生の方ですけど、こちらも初めての方ですね。初めての方が、そうですね、30人ぐらいいた中の初めての方が10人以上ぐらいですかね、いらっしゃって、非常に、コミュニティを広げるっていう意味では、まあ、良かったな、かな、と思っております。で、そして次のイベントが、こちら、カルトの子組織、インターセクト MBO の方が、いらっしゃいます、と。ということですね。6月14日。1ヶ月、3週間後ぐらいですか。ということです。よろしくお願いします。話変わりまして、アンゴロさん、日本の最悪の税金の仕組みを暴露します。ということで、ちょっとこれ後で見たいと思ってます。で、こちら、赤塚さん。で、ここの方は、今回、カタリストに出している、チケミーという会社を紹介しましたけど、そこの CTO の方ですね。企業創発システム輪読会、秋葉原の近くで、企業創発システムの輪読会をしますと。40ページ以上の豪華なスライド資料と講師陣がいるので、とてもお得な会ですと。ドタさんでいきますということで、参加しませんけど、まあ、何を言いたいかというと、まあ、この方たちのね、やりたいこういう会話とか議論のレベルが高すぎて、すごいなと思ってるんですけど、まあさっきのユンさんしかり、さっき写真写ってた弁護士の元島さんしかり、若い、優秀な方とか優秀なプロジェクトとか、そういうのがどんどん流れてきてるなという感覚がね、非常に私を感じていて、カルダノが、結構、みんなの前にポーンと出てって、バグってくるのもうすぐかなという感じが、しております。最後に、もう一回カルダノのブース、いろいろ皆さんご協力いただいてありがとうございました。本当にパネルもね、提供いただいたり、あと、このランケットさんにいただいたものとか本とかね、本当にこの感じて取れるアイテムも増えましたので、だいぶこう、なんていうかな、食いついてくれる方がね、本当に多くなってきたなというふうに思います。本とか、お酒の NFT とかね、まあ、実際、やっぱ触れると、知ってる人も知らない人も楽しんでくれるということですし、あと、この、まあ、ソフトウェアですね。まあ、ここパネルしかないけども、やっぱり具体的だと、本当に、それでってなってくるので、またネタを、どんどん提供いただいてですね、また展示していきたいと思いますので、また何かありましたら、教えてください。ご協力ありがとうございました。では値段にも取りまして、71.98円ですね。14,012.9×71.98 で元本が10万円ですので、計算しますと908,649円のプラスということになりまして、909%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。